モニー、追いかけなくていいの？え、なんで？わかんない。ああ、わかってる。わかってるけどさ。結局追いかけるんじゃない？まあ、そうじゃないと共にじゃないか。友和くん？泳ぐの早いな、瑞希。綺麗だね。これで敵が現れなきゃ最高なんだけどな。みんなで頑張ればフェイドムもいなくなるよ。ま、そりゃそうなんだろうけど、いつのことになるやら。私はね、みんなと一緒にいられることが最高かな。俺たちと？うん。戦いは大変だけど、友和くんたちと一緒にいることが楽しいから。だから私は。無理すんなよ。無理すんな。何を言って。めぐみから聞いた。そっか、めぐみから聞いちゃったんだ。あいつおせっかいだな。でも瑞希のことちゃんと分かってる。瑞希が俺たちに言えないでいたこと。ありがとうだね。転校するのか。お父さんが転勤することになって、私だけわがまま言うわけにはいかないから。そっか。クラスのみんなにも、めぐみにも、先生にも会えなくなっちゃう。夢世界で会えるさ。わからない。なんだか遠くに行ってしまうと、少しずつ記憶が消えていくみたいに、友和くんの中の私も消えてしまいそうで。俺に引き止める解消があればかっこいいんだけど。ううん、かっこつけない。今のままの友和くんがいいよ。あのさ、え、明日二人で出かけようか。え、それってデート？いや、そんな大それたものじゃ。デートしよう。嬉しいな。消えないから。え、俺の中の瑞希も、瑞希の中のみんなも消えたりなんかしない。友和くん。うん、瑞希。みくりさん。シルクさん。特訓もせず二人してしっぽりしていて良いものでしょうか。しっぽり？シルクさん、これは息抜きっつうか夏休みの余興というか。そうです、私たちキスなんかしてません。え、そんなことしてよかったの？違う。あ、ミクリさん、こうしている間にもフェイドムの進行は進んでいるということを自覚してください。なんすかその格好。遊ぶ気満々じゃないっすか。皆さんの衣装に合わせてみました。ひも水着ですか？はい、ひも水着です。それにしても、よくぞここまで。何か、なんかダーリンデレデレしてるのだ。やっぱりボインボインの方がいいのだ。つまんないのだ。君ら溺れてないでしょ。この振動は。おお、情熱的なバイブレーションなのだ。違う、これはフェイドムです。おお、シルクはいつも長っぽく高いところから登場するの。
あのバカ。友和くん、パワーチャージよ。よし、みんな行くぞ。いや、なんで水着なの？謎なのだ。モネ。このビーチでのミクリさんの強固なイメージが投影されたのでしょう。トモニーのエッチ。いや、俺のせいじゃねえ。厄介な攻撃をしてきやがる。友和くん、クヨちゃんを助けないと。よし。待って、私にチャージを。いや、瑞希、いつもは嫌がってるのに。今日は私にやらせて。いいの？優しくしてね。ああ、大丈夫ですか？ありがとう、女の…うん、シルクさん。やったのだー！マネマネー！大丈夫か、ミツキ？うん、平気。友和くんのチャージがすごかったから、ちょっとびっくりしちゃっただけ。そうか？これが友和くんの思いの力なんだね。流れてくるときに分かったよ。うん。あの、ん？こんなときになんだけどさ。こんなときじゃなきゃ言えない。ダサい言い方になっちゃうけどさ、祈ってるよ。新しい場所で瑞希が幸せになれること。これだけたくさんのパワーをもらったんだもの。大丈夫だよ。私、信じる。夢でみんなに会えるって。信じる。ああ、遠くに離れても夢で会えるさ。なって落ち込んでるのだ。重症かも、ムネ。え、いや、あ、今日からお世話になります、吾妻瑞希です。よろしくお願いします。なして？瑞希さん、ようこそ。待ってたよ。ムネ。7年が瑞希さんのご両親に相談したんだ。ということは転校は？もちろんなしなのだ。あ、もしかしてお前ら知ってて？へへへ。お前ら、はーい。改めてよろしくね、友和くん。おう。それじゃあ全員揃ったところで出発しましょう。おお、ナナネ、どうしちゃったの？あら、今日は海に行く日でしょ？ズバリ非常識かも。そうかしら。ビーチで焼きそばとカレー売ってみたいんだけどな。なのね。いいな、最高だ。瑞希、みんなで海に行こうぜ。